反路とは、ロシアあるいは、ロシア人、ロシア文化などに対して抱かれる、反感意識や偏見、不信感や、敵対的、批判的態度を指す。大義語は、進路。当項目では、反素も解説する。国によってはしばしば反共主義や反素主義と結びついているが、これらは、完全に一致する概念ではない。ロシア人の中にも、白系ロシア人に代表されるように、 反、ボリシェビスとは多数存在し、それに対するソビエト連邦は、反ロ主義の一つである反ロシア民族主義の政策を基本としていた。ロシアにとって、ウクライナやジョージアなどの旧ソ連地域に、反ロ国家が成立することは脅威であり、ナトウ加盟につながるのを恐れている。グアムジョージア、ウクライナ、アゼルバイジャン、モレドバが加盟している組織。 領土問題や国家承認問題でロシアと対立している。全般的には NATO 加盟国は反ロ国家であるとも言われる。同じく NATO に加盟しているブルガリアは比較的進度的であるとされるが、同国が2017年にロシアを安全上の脅威として名指しした事例もある。ウクサ協定を結び独自の情報機関を共有している諸国は反ロ的である。また、 中近東、アラブ世界においてはイランに代表されるようなシーア派諸国は、深度的、スンニ派の湾岸諸国は、新米国家であることから、反ロ的な傾向が強い。中南米諸国においては、長年の間、アメリカの裏にはと評されるほど、アメリカが政治的にも、経済的にも深い関与を示していた地域であるが、その反動として、反米左派政権が樹立した国は、 進路的な傾向が強くなる。また、旧ソ連地域においても、反路傾向の強い民族主義勢力への支援を、米国が言ってきたため、それらによって、政治勢力の主導権を握った場合は、ウクライナを、はじめとして、反路国家へと転換するケースが多い。ウクライナ・ウクライナでは、西部、特に、ガリツヤ地方は、世界屈指の強固な反路地域で、グアム加盟国。 ウクライナ西部と中部では、親欧米から反ロ感情が強いとされ、逆に東部は、ロシアとの交流から、進路感情が強いと言われている。政治的には、クリミア半島や、東部の進路地域をめぐり、ロシアと対立し、ソ連崩壊後に加盟していた独立国家共同体を、脱退を宣言している。ウクライナの民族主義団体である、ウハセクターが、反ロ、親米、親、 欧州を主張し、ロシアやロシア系ウクライナ人を敵視し、ロシアとの強い結びつきやロシア語の公用化に反対している。ジョージアロシア語名のグルジアとしても知られるジョージアはグアム加盟国であり、国内で独立を主張した南オセチア共和国とアブハジア共和国の震度地域をめぐり、ロシアと対立している。同国政府はグルジアという、 ソトナの使用を取りやめるよう各国に要請しており、日本政府はこの要請を受けて2015年4月からソトナを英語名のジョージアに変更した。モルドバモルドバはグアム加盟国で添いドニエストル共和国をめぐり、ロシアと対立している。アゼルバイジャングアム加盟国の一つである。1990年1月に発生した黒い1月事件やナゴルノカラバフ戦争でロシアが アルメニア寄りの立場を表明したことが反ロ感情の主な要因となっている。エストニア・エストニア国内には多くのロシア系住民を抱えており、2007年には首都タリンでロシア系による暴動が発生している。歴史的にはロシア帝国から独立したが、第二次世界大戦後にはソ連に併合されてしまう。これにより独立後の2007年には、 釜と土の使用と形容が禁止された。同年のサイバー攻撃でロシアと対立し、ナト o と協力し、ロシアによるサイバーテロ対策に乗り出したほか、ロシア軍撤退後は、西側諸国との関係を強めている。また旧ソ連構成国の中で、唯一北朝鮮を国家として承認していない。ラトビアラトビア国内には27%の、 ロシア系住民を抱えており、ロシア語は者が38%で無国籍のロシア系住民をめぐり、ロシアと対立している。ロシア語はラトビアでは、外国語としては重要視されているが、かつての占領国の言語である、ロシア語が幅を利かせている状況は、ラトビア系住民から脅威とも捉えられており、2012年に、 行われたロシア語の第2公用語化の国民投票は74.8%の反対多数で否決された。リトアニアリトアニアは、私的にロシアとの対立が長く、ロシア化の影響を強く受けたこともあり、反ロ感情が強い国の一つである。歴史的な経緯から、ロシアの軍事力の増大が、リトアニアの安全を脅かしているとの意見が根強い。アルメニア2015年。 キムリで第102軍事基地所属のロシア兵がアルメニア人の一家全員を殺害する事件が発生した。過去にもロシア兵が同様の行為を起こしていることもあって反ロ感情は強まっている。日本日本との間には北方領土問題が存在している。日本における反ロ、反素は主にロシアによる北方領土実行支配の批判で8月9日の 反路デーでは主に北方領土に関係する外戦活動をする外戦右翼団体が多数存在する。他には北方領土の日に行われる。また、ソ連時代はソ連が共産主義国家でもあったことから反共主義も結びついていた。反路が形に現れた事例としてに2011年2月7日の北方領土の日にて北方領土占領に抗議した。 右翼団体が在日ロシア大使館前でロシア国旗を破った行為がある。日本語にはロスケというロシアへの不別語がある。以上のことから日本では右派に反ロ感情が強いと言える。ただし、北方領土問題について日本共産党が千島列島全域変換論を主張しているように、左派にも過去の歴史的経緯からの反ロ的姿勢は存在する。 大韓民国韓国では、こと政権時代は反共主義の影響で、北朝鮮や中国の事実上の指導国として見られ、強い憲法官や反ロ主義が存在した。しかし民主化後、韓国で東側諸国との融和を目指す勢力が台頭すると、ロシアは韓国で人気の国になった。現代の韓国は極めて進路感情の強い国の一つである。 イスラエル・イスラエルとロシアは多くの移民を送り出すなどの歴史的なつながりが深く、一部分では密接な関係を持ちつつも、同時にロシアの反政府勢力、ウクライナやグルジアに代表されるように、旧ソ連構成国の反ロ勢力との関係も深いとされる。一部のシオニズム系ラビは、エゼケール書38章の孫クをロシアなど、東、スラブ人の軍とみなし、 ロシア軍のイスラエル侵攻が聖書に予言されていると主張している。一方で、旧ロシア系勢力が正教会と結びついたり極右政党を結成するなど、関係は複雑である。サウジアラビアサウジアラビアは、アラブ世界では最も親米的な国であると同時に、反ロ的な国とされる。ポーランドポーランドは、歴史的にロシアと対立が多く、世界有数の 反露国として知られる。歴史的な要因としては、ロシア帝国時代にエカチェリーナ・ニセイラによるポーランド分割、ソ連によるポーランド侵攻やカティンの森事件、第二次世界大戦後のソ連の保護国家及び社会主義体制によるソ連の影響が挙げられる。2014年クリミア危機ではウクライナに同調し、対ロシア制裁を欧州連合に求めている。 アメリカアメリカとソ連は第二次大戦では連合国としてヤルタ会談などで共闘したが戦後は冷戦時代に突入しそれぞれが資本主義共産主義の名手超大国として君臨したために対立関係であったソ連崩壊後もシリア内戦などで対立しているカナダカナダではウクライナ西部のガリツヤ地域をルーツに持つウクライナ系移民とその子孫が ウクライナ国外では最も多く在外ウクライナ民族主義組織によるロビー活動が盛んである。西欧諸国、イギリスやドイツといった主要国は反ロシア勢力の拠点が置かれてある。その他にもチェコ、スロバキア、スロベニア、クロアチア、フィンランド、ルーマニアも反ロ国家に含まれる。南アフリカ南アフリカは冷戦時代にソ連の脅威への対抗意識から 核武装していた。しかし、冷戦後にソ連やユーゴスラビアといった東側諸国からの支援を受け、反アパルトヘイト闘争を戦っていたアフリカ民族会議が与党となったため、同組織の最大の支援国であったソ連の後継国家であるロシアとの関係は今まで以上に良好なものとなっている。ありがとうございます。